日本語ソーシャルサロン、新しいメンバーを募集する。みんな資格について説明してくれないか。問題集だけでの日本語の勉強に疲れたもの、今までとは違う日本語の勉強を経験したいもの。まずは小説、現象ディスカッションとともに深く勉強したいもの。文化活動、メンバーたちと幅広い文化活動を通じて視野を広げたいもの。最新ニュース、日本ニュースを誰より早く習いたいもの、または日本の政治、経済、社会問題に興味があるもの。必要なことは日本語に対する熱意だけ。それでメンバーになる資格は十分。待ってるよ、君よ。